名画座という名前の映画館だったんですけども、名画座がオープンしたのが1952年ですので、実は今年で 70年を迎える、まあ、ずっとここの場所に映画館があったところなんですよね。映画館を引き受けるようになって、それぞれ会社を辞めたりして、一からその勉強していったって感じですね。喜んでいただけたとか、それによった反応をもらえたっていうのは、すごくやっぱり自分のやりがいにつながる部分かなと思いますね。今回は横浜名画座を引き継ぎ、昨年70周年を迎えた横浜シネマジャック&ベティの支配人、梶原俊之さんに劇場の歴史や現在の活動内容、これからの展望についてお話をお聞きしました。ジャック&ベティは、1991年の12月21日にオープンしましたので、昨年の2021年の12月21日に、30周年を迎えたんですけれども、実は、そのジャック&ベティになる前も映画館だったところで、その前は名画座という名前の映画館だったんですけども、名画座がオープンしたのが1952年ですので、実は今年で 70年を迎える、まあ、ずっとここの場所に映画館があったところなんですよね。なんですけれども、ジャック&ベティになった後に、2005年ですねに当時の運営会社が、まあ、解体してしまったことで一度閉館しておりまして、で、まあ、当時運営してたその向かいにあった横浜日劇とかですね、まあ、人気のあった館内アカデミーさんとか、そういうところも一緒に合わせて閉館になってしまったんですけども、ジャック&ベティは、まあ、91年にオープンしたばかりで比較的新しかったので、別の会社さんが、再開させてたんですね。ですから2005年半年ぐらいの閉館を経て別の会社さんが運営を再開させてて、で我々はですね、またそれとは全く別の動きで、2006年頃にまあ、ちょうど横浜この小金町のあたりが文化芸術的な街づくりがされていくっていう流れがある中で、こう映画館、街の中に残る映画館を、まあ、応援していきたいなっていうような活動を始めてたんですね。で、それで、まあ、それこそ、その、当時のジャック&ベティの運営会社さんにご相談して、ロビーで交流会をさせていただいたりとか、でそういうご相談をしてましたら、その、当時の運営会社さんが、そういう活動を続けるなら、いっそ君たちの方でも運営ごと引き受けないかっていう話になったんですね。で、まあ、我々がまたそのタイミングで断ってしまうと、また閉館してしまう可能性もあるなということで、できるところまででもいいからやってみようということでですね、正確には、ですから2007年の3月から、我々の代で、引き受けるようになったということですね。当時は私もそうなんですけど、今の副支配人とかも、まあ、一緒に始めたんですけど、サラリーマンなので映画館を引き受けるようになって、それぞれ会社を辞めたりして、まあ、一会社を設立するところから、あと、ね、映画館を運営したりとか、映画を借りてくることとか、一からその勉強していったって感じですね。正直もうその時期にはこう周りはこうシネコンが中心で、横浜も、ね、桜木町だったり、アクセスのいいところに、商業施設の中にシネコンが入っている、そういう映画館が主流になってましたので、だからそことこう差別化をして、で、その本当、ジャック&ベティが一度閉まっていた時期なんかはですね、ミニシアター系の作品は横浜の人はこう東京まで見に行かないとなかなか見れないような時期もありましたので、なんかそういう、大きなシネコンでは上映されないような作品でも、規模の小さい作品でも見る価値のある作品っていうのを、まあ、よりすぐって上映していこうっていう方針でいこうっていうような形で、2007年の3月から引き受けてた感じだったんですけどね。我々が引き受けた当時は、まあ、そんなにこう横浜の映画館で舞台挨拶があるってことがそんなになかったんですよね。で、まあ、東京で公開のタイミングで東京で舞台挨拶がされるだけみたいな、
ですけど、まあ、なんかうちで上映させていただく邦画の作品なんかではますね、そんなに規模の大きくもない作品もあるので、それだったら監督さんとか俳優さんにもご相談してみようということで相談を始めたら、意外とこう、では行ってみようかって形で来てくださって、で来てみたらすごくお客さんと距離が近いので、舞台挨拶した後にお客さんの感想を聞けたりとか、まあ、サイン会ができたりとかっていうことがあって、割とこう映画の監督さんや俳優さんにも喜んでいただけるっていうことがあって、で、まあ、それで毎回その邦画の上映があるタイミングにはご相談するようになって、それがなんかこう定着化してきてですね、でなんで若干の上で上映が決まったらもう舞台挨拶行くもんだみたいな感じにだいぶなってきたっていうことがありますね。でお客さんも含めてコミュニケーションがあるっていうのがすごく、ね、大きい映画館じゃなく小さい映画館なので、ですからそれだけじゃなく、まあ、ジャックアンドビディサロンっていうお客さんとの交流会っていうのを月に1回やって出まして、でお客さんの、まあ、劇場へのリクエストとか、あるいは他の劇場さんでこういう作品見たとかですねいろんな情報をもらったりとかするっていうのもやってますし、そうですね、映画祭はやはりまあ、そうですね、我々が、まあ、特色あるものをやりたいっていうこととか、あとやはり地域でね、ここ今飾ってあるのも横浜多文化映画祭という、まさにこの辺の地域が、ね、多文化なエリアなので、多文化共生を映画から考えるみたいな、そういう地域と根ざしたような上映イベントもできるだけ引き受けたいということで多くやってますね。考えてるのはね、映画館の中だけでやってましてもね、いろんな人に届かないっていう部分があるので、いろんな外に出て行って映画の楽しみ方みたいなものを知ってもらって、で野外上映やることでそこで今度は映画館行ってみようかと思ってもらえるかもしれませんね。そういうできるだけ外に広げるような活動をしたいと思ってます。横浜自体が割とこう、例えば中華街だったりとか元町だったりとか、館内馬車道とかってそれぞれの町にすごい特色があって、でそういうところどころでこういろんな、ね、イベントが起きて、なんかこうつながっていけるとすごく面白いんじゃないかなと思ってますよね。はい、お客さんが劇場の中に入ってでその映画を見て、でその映画を見た後のお客さんと一番最初に接するのは劇場の人間だと思ってね。でそこでまずそのお客さんからのリアクションをいただける、なんか今ねマスクしてるんであれなんですけど、コロナ前だったらね、表情を見てればなんとなくその喜んでいただけたとかもう分かるし、ある時は上映後の拍手が起きたりとか、あるいは泣いてるお客さんが出てきたりとか、あるいはお客さんによっては感想を言っていただいたりとかっていうのを、そのすぐ直に反応を得られるっていうのは劇場の特権だと思うんですよね。でそこがやはり自分が上映したいとか上映すべきだと思って、見つけてきた作品を上映して、それを喜んでいただけたとか、それによった反応をもらえたっていうのはすごくやっぱり自分のやりがいにつながる部分かなというふうに思いますね。私、ここに来てくださるお客さんに向けて、我々は一生懸命見てほしいので宣伝するわけですよね。こういうふうにポスターを貼ったりとか、記事を掲出したりとかですね、あるいは SNS で告知をしたりとか、そういうことの常にお客さんが来てくれて映画を見て喜んでいただけるっていうのは、やはり劇場に関わる人間たちみんながやりがいを感じるものだと思いますね。大変なところっていうのは、来ていただいたお客さんにできるだけ何本も続けて作品を見ていっていただきたいなと思っていて、非常に上映作品数が多くなってるんですね。年間で350本から400本ぐらいの上映作品があるんですよ。そうするとですね、ほぼ毎日のように次なる作品の上映の準備だったりとか広報だったりとかをしていくことになるので、そこはすごくある意味では大変さが伴うことだと思います、ね。